自分がいつまでこれをやってられるか分かんないな、そういうものを担っていく人材が必要だなと思ってた時に、明徳学園から一緒にこういうことをやらない、教育をやらないかと言われて、そうか、何かこれも天の廃材かもしれないと。我々はコミュニティを作っていく、リーダーシップを持った人材を作っていかないといけないと思ってました。